いやー、この抜けすごいね。これなかなか壮大だね。ここは浜松って静岡ですよね。すごい、めちゃくちゃ広い。うん、上の小池並みに綺麗だよ。あれが世界一やりづらいお賽銭。おはようございます。日本一周53日目ということで、山口県の萩市に来ておりまして、こちら萩王冠という道の駅です。ここは吉田松陰の教え子たちの銅像が並んでたり、今はいいですけど夜ね結構不気味だったね。まあ、とりあえず一旦準備して出発していきたいと思います。はい、準備できました。しっかりねこちらもしてね、じゃあ今から走っていきます。はい、ここからカルストロードという道なんでこちらを走っていきます。そもそもカルストって何なのかっていうところなんですけど、その噴火の時に溶岩石かな、溶岩石が何かが白いやつがわーっと ある場所 で遠くから見るとそれが羊に見えるということから非常にね有名ではあるというふうにされている場所です。まあ実際行ってみてね、どんなものかっていうのを実際この目で確認していきたいと思います。あー、この辺がカルストだね。いっぱいあるやつ、すごい草原の中にいっぱい石がある。これはまだまだ全然序の口でしょ。えい、おはよう。いやー、この抜けすごいね。これなかなか壮大だね。ここはわあ、すげえ舐めてたわここの場所。しかもめっちゃ走ってる気持ちいい。気温を忘れるこの軽快さ。道もいいし、コーナーも適度のコーナーだからすげえ走りやすい。うわー、すげー。よいしょ、到着。名古屋から来てずっと回って今来たって感じですかね。どちらからですか？地元名古屋なんですよ。あ、そうなんですか。今浜松に来て。浜松って静岡ですよね。自走できたんですか？自走です。すごい。どれくらいかかりましたか、ここまで？2日3日ぐらい。まあそうですよね。いや、すごい。わかりました、ちょっと楽しんでいきます。じゃあ気をつけて。はい、ありがとうございます。はい、では到着したので、ここから歩いて展望台の方に向かって行きたいと思います。よっしゃ、ここから展望台に上がっていくんですけど、風がかなり強いね。展望台から降りるとカルストのねが集中しているところがあるんで、ここもね見て回るといいかもしんない。すごいよこれ、でかい。これが石灰岩だね。カルスト来たよ。はい、次は秋吉堂、鍾乳洞やね、近くにあるんでそこに向かっていきたいと思います。はい、秋吉堂到着。今からね鍾乳洞の中に入っていきます。誰もいないね、もう車も全然ない。見えねえな、光ってて。どれくらいで回れます、時間的に？お父さんこちらにあるんですか？はい、はい、1時間ぐらいです。あ、1時間、なるほど、はい、結構あるんですね。お昼時です。あ、そうですね。幻想的というか、なんか入り口からすごいね、めっちゃ暗い。多分俺一番のお客さんかな。マリア観音だって。真っ暗、マジで。
天井がねかなり高くて歩きやすいっちゃ歩きやすいけど、すごいあの水がねポタポタ垂れて、なかなかすごい。なんかのアトラクションみたいな感じだね。すごい、めちゃくちゃ広い。これをね、来てみないとね、この感動はわからないよ、本当に。はい、秋吉の後にしていきたいと思います。いやー、すごい壮大だったね。いやー、マジでここはね、いやおすすめの鍾乳洞に値する場所だね。広くてでかいって、で長いというね、すごい鍾乳洞でした。なんかいろんな鍾乳洞を見てきたけど、ここの広さはすごい。やっぱね、動画でやっぱ暗、なんかめちゃくちゃ暗くて、なかなかねその全部っていうのはお届けはできなかったんですけど、まあ、細かいところはぜひ足を運んで見ていただければなと。ではですね、次は別府弁天湧水という、そのここら辺の地方は非常に水がきれいということで、その湧き水が出ている場所がありまして、そこで水が汲めるということなので、そちらに一度向かっていきたいと思います。はい、別府弁天池 700m、 もう間もなくだね。気温はね18度ぐらいまで上がってるんですが、風がまあまあ強いんで、体感的に15度とか14度ぐらいかな。神社？あ、ここか。おー、なるほど、これが弁天池ってやつですか。はーい、弁天池到着。あ、ここで水が汲めるのか。先にねお参りだけしとこう。何これ、厳島神社。さあ、お、めっちゃ綺麗じゃん。いや、めっちゃ綺麗だね、青色。透明度がかなり高い。すごいね、これはマジで。うん、上の小池並みに綺麗だよ。はい、それではここで汲み水、湧き水が汲めるということで、ズラーン、汲んでいきたいと思います。別府弁天池終了ということで、いやー、めちゃくちゃ綺麗だったな。なんだあそこ、マジでびっくりしたんだけど、すげえ綺麗。でも晴れててよかったわ。これ晴れてなかったらあんだけ綺麗には映んなかったよね、多分、おそらくね。いやー、よかった。しかも水も冷たくて美味しかったし、お魚もなんかいろいろいたし、ちょっと隣でね釣り堀もあるみたいなんで、もしね釣りとか好きな方、お子さん連れとかね合わせて釣り堀もするともっともっと面白いかもしれないですね。はい、じゃあ次はね、元の熊神社というところで、鳥居がね100何個ぐらいわーって並んでて、そこをね今から見に行きたいと思います。で、現在の時刻が10時37分。朝からたくさん活動しているんで、まだ午前中です。お、バイクだ。イエーイ、バイバイ、バイバイ。はい、到着したんですが、駐車場の渋滞に巻き込まれております。マジでなんでこんな混んでんだ。まあ昼だからからかな。あと3連休最終日ということになっておりますので、
かなりの参拝客がいるようだと思われます。まあ仕方ないね、これは並ぶしかないから。はい、元の熊神社到着。もういきなりね、いきなり見えてるよ、ここ、これ、この通り。まあ一度は来てみなかったんだよね、ここには。鳥居を、上から行った方がいいな。上からだね、これ確実に。あそこの上にあるあれが世界一やりづらいお賽銭ということでね、実際そこでお賽銭していきたいと思います。超強い。絶景。いやー、それにしてもね、お賽銭入れれなかったわ。めっちゃむずい。今日はね、風が強くて、もうお金が流れてっちゃう。まあ仕方がなきことなので、まあ普通にお賽銭は横にそっと置いてきました。よし、じゃあ次は角島ですね。今日は、まあ確かに晴れてるからいいと思うので、ちょっと雲が多いかな。あの絶景がね、期待できるところみたいなので、そこを楽しんで行っていきたいと思います。勝手に合流しちゃいます。で、俺が9代目いいです。どうですか、これ撮りながら。あ、そうです、そうです。現在台に到着です。ここだね。さあ、福岡県に入ってまいりました。次回、九州上陸。